戦う。マスターとして戦う。もし、私が悪い人になったら、許せませんか？誰かの味方をするということは、誰かの味方をしないことなんだ。麻藤さくらこそ、お主の敵だ。湖に落ちた虫みたいに、天の杯に溺れなさい。俺は、さくらにとっての正義の味方になるって決めたからな。幸福とは苦しみであり、絶望こそが喜びだった。さくらを助けるために、お前は邪魔だ。一度でもお兄ちゃんなんて呼ばれたら、兄貴なんだ。アーチャーの腕を使ったら戻れなくなる。慌てなくてもすぐに会いに行ってあげる。確実にあんたを殺す。助ける。私最初から狂ってたんです。